ランは、冥王星族に属する小惑星の一つである。2012年にこの天体は、冥王星の準衛星であるという説が提唱されたが、後の詳細な観測結果に基づきそれを否定する説もある。1994JR-1 は、海王星とに、3の軌道共鳴をしている、冥王星族に属する天体である。太陽から平均59億2400万キロメートル。 離れた位置を約249年かけて公転している。離心率0.12、軌道傾斜角3.8度と、冥王星よりも正常な軌道で公転している。1996年7月17日に近日点を通過しており、次回近日点に戻ってくるのは23世紀頃である。また、冥王星族としての発見は古い方であり。 カイパーベルト天体としては13番目に発見された天体である。1994JR-1 は発見から18年経った2012年になって冥王星の純衛星であるという仮説が提唱された。すなわち見かけ上は冥王星から見れば 1994JR-1 は衛星に見える振る舞いをする。しかし他の惑星で発見されている純衛星が その天体に接近し、天体の重力による1、1の軌道共鳴によって、純衛星となっているのに対し、1994JR-1 の場合は、明王星ではない他の天体、すなわち海王星の重力による軌道共鳴によって、明王星と1、1の軌道共鳴をしている。これは2013年現在、1994JR-1 のみで見られている性質である。 1994JR-1 は約10万年前からこの軌道にあり、あと約25万年間はこの軌道を維持していると考えられている。また、後の観測をもとにした計算では、1994JR-1 が冥王星の準衛星であるとする仮説で述べられている力学的な状態が確認された。しかし、1994JR-1 を 冥王星の純衛星とみなすべきかについては、天文学者の間で広く合意が得られているわけではない。これは常実の通り、この天体は、冥王星にではなく主に海王星の重力によって、その軌道を支配されており、海王星からの影響と比較すると、冥王星から受ける影響は一時的であり小さいものだからである。また、後のニューホライズンズの観測により、 天体の位置と軌道が詳細に決定され、冥王星の準衛星であるという仮説には、否定的な結果が得られている。1994JR-1 は、普段、冥王星から数億キロメートル離れているが、カルロス・デラ・フエンテ・マルコスの計算によれば、今から約1万3000年後には、冥王星から約1 0 4 0万キロメートルまで、接近すると考えられている。これは、 冥王星とカロンの工程半径の約530倍である。1994JR-1 の軌道は非常に安定しているため、冥王星と同じくらい古い時代に形成された天体であると考えられている。それは、この軌道に比較的最近生じた小惑星同士の衝突で生じた破片が入り込む可能性はかなり低いと考えられているためである。 1994JR-1 の絶対等級は7.7であり、推定される直径は約 127km である。これは純衛星としては、海王星の純衛星である 2007RW10 の約 247km に次いで大きい。1994JR-1 は、冥王星に最も近い位置にある天体の一つである。2017年4月10日には、 1994JR-1 は、冥王星から約4億キロメートル離れた位置にある。これは、2015年7月14日に、冥王星にフライバイしたニューホライズンズにより、同年11月2日に、遠方より観測された。なお、数億キロメートル単位で離れているのは、地球の巡衛星が数千万キロメートルであることを考えると極めて遠いと感じるかもしれないが、 冥王星は軌道の大きさが地球よりもはるかに大きいためむしろ近い方である。2016年4月7日から8日にかけてニューホライズンズによってこれまでで最も近い距離である1億1100万キロメートルからの観測が行われた。この観測によって 1994JR-1 の位置が1 0 0 0トル以内の精度で決定された。 さらにこの時のデータからこの天体の時点周期も観測され5.47時間であると決定された。1994JR-1 は1994年5月12日にマイケル・アーウィンとアンナ・ジツコフによってパロマーテン問題で発見された。小惑星番号は2000年7月26日に付与された。2017年1月12日、 ウェールズの伝承マビノギオンの中でも特に有名なマビノギオン枝の大一枝ダベドの太鼓をプスに登場するヨミの国アンルンの王にちなんでアラウンと命名された。ありがとうございます。